はい、皆さんこんにちは、ショーマニです。ですね、まずちょっと皆さんに言いたいことがあるんですけども、ですね、昨日動画2本ですかね、 2件アップしたんですけども、なんとですね、動画の途中からなんかちょっとね、ノイズというか動画の乱れとかがねあって、なんかもう動画がちょっとね、あんまり良くなかったので、まあはい、また撮り直すことにしました。はい、なのでまあそして2本のうちの1本がちょっとね、その動画の途中からなんかおかしくなってたので、ですね、撮り直すことにしました。はい、でそうですね、もう1本の方はなんとか大丈夫だったので、まあそれはそれでアップしてますので、はい、ただちょっと第何段っていうやつ、何段っていうのがちょっとずれちゃってるんですけども、そこはね、本当にあらかじめご了承ください。はい、お詫びと訂正いたします。はい、というわけで、今回はですね、夏休み特別企画第13弾ですね。はい、で本当は第12弾でアップしてたものなんですけども、その写真をねもう一度撮り直すこと、やり直しすることにしました。あとですね、ちょっともう一つ言いたいことなんですけども、あと画質のことなんですけども、ですね、今撮ってるこれはですね、デジカメとかじゃないんですよ。はい、もう普通にスマホなんですよね。はい、スマホで撮ってるんですよね。はい、こんな感じでね。で、なぜ低画質にしてるかというと、アップ、高画質でも一応撮影はできるんですけど、まあ、高画質にしていると、ですね、なんか、アップする時間ですかね、アップロードの時間がすごく長くて、もし、なんか、接続がうまくいかないんですよね。はい。だからなかなか、なんかあれですね、容量とかがやっぱ大きいのかわからないんですけども、まあ大きすぎるのかわからないんですけども、なんかそういう関係で、アップができないっていうわけなので、まあ、ね、もういち早くね、皆さんにね、動画をお届けしようということで、低画質で、やってるんですけどもね、まあそのうちね、デジカメとかも使うと思うので、まあいつちょっとデジカメに変えるかわからないんですけども、はい、まあデジカメに多分変えると思うので、もうちょっとしたらです。もうだから本当に画質のことはね、まあ本当に見えにくいかと、まあ画質が悪いのも結構今後出る見る人によってはやっぱ見づらい方もやっぱいらっしゃると思いますけども、そこはね本当にご理解していただければいいかなと思います。はい、なのでちょっとね、低画質でねちょっと撮ってるんですけどもね、はい、まあデジカメに変えたら、まあ、高画質でお届けしようと思うので、そこら辺は、ご理解の方よろしくお願いします。はい、ではちょっと長くなりましたけども、今回はですね、夏休み、では早速本題の方でいきたいと思います。はい、夏休み特別企画第13弾ですね。はい。でも、あれですね。紹介するとみかは、昨日アップしてた、第13弾の方ですかね。はい。第13弾だと、第13、第12弾かな、わかんないけど。昨日アップしてた写真と一緒なので、はい。まあ、紹介していきたいと思います。はい。まず1台目ですね。ナンバー60番のトヨタマーク X 個人タクシーです。スケールは61分の1、アクションはサスペンションと、サイドは開閉ですね。はい。では開封していきます。こんな感じです。上はこんな感じで、下はこんな感じですね。
はい。で、アクションはサスペンションと左右、左右ドア開閉ですね。はい、こんな感じです。で、走りはこんな感じです。続いて2台目です。ナンバー81番のホンダ CR-Z です。スケールは61分の1、アクションサスペンションのみとなっております。では、開封していきます。硬い。はい、開きました。ここが硬いです。上はこんな感じで、下はこんな感じです。で、アクションはサスペンションのみとなっております。走りはこんな感じです。まあ、デジカメで撮影するともっとね、まあ、やっぱりそれなりにはやっぱり容量とかは増えるかもしれませんけどもね、はい。こういう感じに長く紹介してしまうと、短時間でね、やれば大丈夫かなと思いますけどね。はい。では続いて3台目ですね。おっと、はい、すいません。3台目はナンバー32番のダイハツムーブです。スケールは57分の1、アクションサスペンションです。ちょっと時間がね押しちゃってるので、はい、ちょっと前半が長かったですね。すいません、説明がちょっと長かったです。カーズニュースとミカニュースですね、時間の関係で省略させていただきます。はい、上はこんな感じで、下はこんな感じです。アクションはサスペンションと、サスペンションのみとなっております。はい、失礼しました。で、走りはこんな感じです。まあ、あれですね、デジカメでもね、まあ、投稿してみたいなとは思ってるんですけどもね、もうちょっとね、してからにしたいと思いますので、はい。もう、ちょっと、ね、ちょっと今考え中なんで、はい。デジカメで撮るか、スマホで撮るか、ね。はい。で、4台目です。ナンバー98番のトヨタアクア、初回特別カラーです。スケールは59分の1、アクションサスペンションですね。こちらも、今のトミカはほとんどがサスペンションのみのトミカが結構多いですよね。はい。アクアはかっこいいですよね。僕結構好きなんですよね、アクア。はい。エアはこんな感じで、下はこんな感じです。アクションはサスペンションのみとなっております。走りはこんな感じです。あ、こちらもトミカニュースが入ってましたね。はい。はい。では最後ですね。最後、ナンバー103番の日産ノートです。スケールは63分の1、アクションサスペンションのみとなっております。はい、こんな感じですね。トミカニュースとこの福袋プレゼントっていう告知ですかね、はい、書いてましたね。で、上はこんな感じで、下はこんな感じです。はい。で、アクションはサスペンションのみとなっております。走りはこんな感じです。はい。ですね。本当に、昨日は本当にですね、動画がちょっと
なんか環境の問題かはよくわからないんですけども、なんか調子悪かったみたいで、ちょっとね、画像の乱れかな、画像の乱れやノイズの乱れなどがね、こうやって動画がちょっと変になってたんですけども、まあ、はい、まあ今後こういうことがないようにね、していきたいと思いますね。これからもよろしくお願いします。これで夏休み特別企画第13弾を、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。長くなって、申し訳ありませんでした。それでは失礼します。さようなら。